はい、顧客努力ね、こういう言葉はたまに出てくるんですけども、ちょっと今回の動画でね、じゃあ具体的に顧客努力って何をすればいいんですかっていうところまで出ると、この問題解決の動画になります。ただね、これが出てないんで、一体何が言いたいのになっちゃうわけですよ。で、企業努力ってのは確かにこれからも積み重ねていくでしょう。で、企業努力ってのは取り物は欠かさず、それは顧客努力なんですよ。企業で働く人もどっかの顧客なんですよね。だから顧客努力ができる人は企業努力をしてるんですよ。でも企業努力ができない人は顧客努力をしてないんですよね。この辺から顧客努力って具体的にどういうものなのかってことを3点ほど挙げていただければと思いますけども、いかがでしょうか。